1045型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。かスエ l 広場に保存されている東レ103号蒸気機関車この機関車は1913年、アメリカの HK ポーターが、長州鉄道向けに産両を製造した、車軸配置0から6から0の飽和式、2気筒単式のタンク機関車である。この機関車は、 運転整備重量18トン余りの小型機で、大きな木製の運転台とそれと離れて設置された、側水槽、タコ坊主のようなドーム追い形状が特徴的で、連結機もピンリンク式であった。ほぼ同型の機関車は、他に3両を輸入されており、長岡鉄道の3、長戸鉄道の101、102製が該当する。これらは連結機が初めから、ら線式であり、 エンドビームや大枠が本形式と異なり、単庫にも差がある。長州鉄道では、A1 型で、1925年6月1日付で、同鉄道が買収されたことにより、国有鉄道席を得たものである。国有化に際して、当初は1030型とする予定であったが、2代目の線、型が埋めることが明らかであったため、1045型に、定められた。また、 トップナンバーの1045は 1040K の最終番号と重複する二代目であるが、当時1040型は消滅しており、問題はなかった。本形式は、買収の翌年の1926年4月に、早くも売却の対象となり、1045と1046は、小花沢鉄道に売却されて、同社の1、2となった。この際に、 連結機を自動連結機に交換している。1は1938年に廃車となりブローカーの手を通じて日本港関鶴見製鉄所に渡り、同所の16となったが、1945年に爆撃により破損し、そのまま解体された。一方のには、1943年の山形、交通成立後の尾花沢に残り、1951年に、 廃車解体された。1047については、淡路鉄道に譲渡されて、同社の4となり、連結機は、螺旋式となって、バッファが取り付けられた。こちらは、1943年、淡路交通成立後の1949年に1月21日に、廃車となった。長岡鉄道が、開業用に用意した3は、本形式と、ほぼ同形式である。 1939年頃廃車となり、日本港関鶴見工場14となった。宝塚ファミリーランドに保存されていた、次期の103号長戸鉄道101、102は、1915年に、開業用として用意された長岡鉄道3の、同系機で、本形式ともほぼ同系である。このうちの101は、1947年に、同様04。 死賀工場に、譲渡されて103として1964年まで、使用された後、宝塚ファミリーランドに保存された。宝塚ファミリーランド閉園後は、エスエル広場で保存されていたが、エスエル広場閉園後、下関市の地元有志に、無償譲渡され、2021年から、同市の道の駅ホタル街道西の市で展示されることになった。 長州鉄道 a 1系蒸気機関車に関するカテゴリー、長戸鉄道101号型蒸気機関車に関するカテゴリー、長岡鉄道3号蒸気機関車に関するカテゴリー、小花沢鉄道1号蒸気機関車に関するカテゴリー、淡路交通4号蒸気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。